ゆかりの母チャンネル。本日もご視聴ありがとうございます。車の話題をコンパクトにまとめてお届けいたします。本日お届けする話題は、テスラモデル Y は鬼すごい素晴らしいハンドリング SUV だった、障害物緊急回避テストで証明です。これはスペインに本拠地を置く KM77.com による緊急時の障害物回避テスト、ルーステストの映像をもとに制作しています。ルーステストは車の安全性を評価する方法として、突然現れる障害物を回避した際の車の挙動を見るテスト、エルクテストとも呼ばれ、ISO3888-2 で標準化されています。ムース、エルクとはヘラジカのことで、路上に突然動物が侵入してきた際に、急ハンドルで動物を避ける操作から、この名前がつきました。それでは、行ってみましょう。テスラモデル Y。今回ムーステストする、テスラモデル Y には、ミシュラン、スポーツ EV、スポーツハイブリッド専用タイヤ、ミシュランパイロットスポーツ EV 255/40R20/101WXL が装着されています。はじめに行われたのは、KM77.com が目標の目安としている時速77キロを少し下回る、進入速度時速73キロでのテストです。テスラモデル Y は、小型 EV セダンのモデル3をベースに開発されていますが、約 10% ほど車体が大きく、より重い車体重量となっています。それにもかかわらず、ムーステストでの危険回避能力は、ハンドリングに対する素早い反応と、速い進入速度でのボディコントロールのたやすさの両方の点で、卓越しており、実質的に、モデル3と同等の運動性能を示しました。テスラモデル Y は、KM77.com のテストドライバーたちがテストした、多くの車の中でも、最高のハンドリングを持つ車の一つです。テスラモデル Y は、モデル3がそうであるように、コーンを倒さずに、ムーステストを完了するのは、非常に簡単でした。ステアリングの優れた感触と、サスペンションと電子補助装置の素晴らしい調整により、テスラモデル Y はムーステストのような困難な状況での緊急危険回避が非常に簡単な車になっています。数回のテストの後、テスラモデル Y は KM77.com がテスト目標の目安としている時速77キロを大きく上回る時速80キロ以上でのムーステストを成功させました。この優れたデータは、一人のテストドライバーだけでなく、二人以上の異なるドライバーでも同じ結果でした。時速 82km でムーステストを成功させた後、最終的にテストドライバーが、ムーステストを成功できた最高速度は時速 83km という、車高の高い SUV としては素晴らしい記録でした。そして、このテスト結果は、KM77.com が行ったムーステストでの最速クラスの車に匹敵しました。テスラモデル Y は、ムーステストでのいくつかの印象的な側面が高く評価されます。2回目の障害物を通過した後の4つのホイールの動きは、コーンで区切られた最後のセクションへの進入を容易にします。次に、アクセルから足を離すと、すぐにブレーキライトが点灯することがわかります。これは、モデル Y の回生ブレーキシステムが、運転条件に基づいて自動的に調整されるために発生します。そして、最後の障害物をクリアする前には、ドライバーが、極端な速度の低下を注意しなければならないほど、十分な強度で動作し、車体スピードを低下させ、安全に障害物を回避しています。フォードフォーカス、ホンダフィット、プジョー3008、テスラ、モデル3など、時速80キロ以上でのムーステストを成功した、素晴らしい危険回避能力を持った車では、2番目のセクションの直前に、
テスラモデル Y と非常によく似た速度の低下が記録されました。モデル Y がルーステストを成功した時速83キロのテストでは、最後のセクションの出口速度は時速31キロメートルでした。この速度は一般的には低い数値ですが、トヨタラブ4プラグインハイブリッドの時速18キロメートルよりもかなり速い速度となっています。また各社で行っているスラロームテストでも、テスラモデル3に比べて車高が高いにもかかわらず、モデル Y はコーンの間を一定の速度で移動し、機敏なハンドル操作を妨げません。さらにボディロールはうまく封じ込められており、ドライバーは停止補助装置のスムーズな介入を認識します。テスラモデル Y は多くのオーナーから塗装の不具合や外装パネルの隙間が不揃いであるといった問題が報告されています。しかしオンロードの障害物緊急回避能力に関しては、素晴らしい性能を持った SUV 車であることは間違いないようです。最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。